みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はちょっとした小技になります。通常交易戦や戸籍錬金はクエストをやらないと受け取れません。まずはこちらの映像をご覧ください。お供道場の特訓回数が10回で最大の状態です。次にロンディーネの交易戦、何も増えていない状態です。次にお供密祭、一番上の状態で何も進んでいません。当然アイテムの受け取りもできません。次にお供雇用窓口、雇用できるものは一匹もいない状態です。次にお供広場の上にある福づくの巣、こちらも何もない状態です。次に雑貨屋のマカレンキ、戸籍を受け取るという項目は選びません。これらは1回のクエストを進めることにより1つ回復します。そこで便利なのが闘技大会です。闘技大会は闘技場というモンスターを探す必要がありません。クエストを進めるというのは失敗するというのも含まれます。そして今作の闘技大会は1回死亡で終了です。つまり現在出ている闘技大会の中で闘技場のもの、さらに強いモンスターを選びます。そしてクエストが始まったらわざと死亡します。ラージャンのクエストの場合、20秒ほどで死亡できます。集会場に戻ると、錬金が完了の文字があります。それでは、先ほど紹介したものがどうなっているか、すべて確認していきます。まずはマカ錬金ですが、問題なく受け取れます。次にお供広場関係です。特訓が1回進んでいます。こちらも蜂蜜がもらえています。隠密隊も一つ進んでいます。お供の雇用は一新されており、厳選にもおすすめです。福づくの巣もアイテムが回復しています。こんな感じでお供広場に存在するものとマカ錬金は今回の方法で進めることが可能です。先ほどもお伝えした通り、闘技大会の中にはフィールドのものがあります。現在の画面の場合は闘技大会03が水没林です。他の3つは闘技大会です。参考として01と02がどれぐらいで死亡するか紹介します。ボウガンを選んでいるのは移動後の攻撃が早いのと被弾を多くするためです。
闘技大会の01は45秒ほどかかりました。次に02です。33秒で死亡することができました。まだストーリーが進んでいないとしても、闘技場内にハンターを送って放置すればいいだけなので、テレビを見ながらやトイレのタイミングでも気軽にできます。こちらは攻略サイトと検索ラインにも記載していますが、クエストの出現条件です。最も死亡が早いラージャンに関して出現条件がまだ判明していません。闘技大会03の条件は里の2つもしくは集会場の2つのクエストクリアです。闘技大会02に関しては1つのクエストです。これらの条件からおそらく対象のモンスターが出るクエストの下位と上位もしくは里と集会場の両方クリアの可能性が高いです。ただしラージャンは下位には存在しないため、ストーリーを進めていけば出るかもしれません。ベリオロスに関しては下位にも存在するので両方クリアするのが近道かもしれません。またお気づきの方も多いと思いますが、今作では捕獲する必要はないようです。ただし情報が誤っている可能性もあるので、念のため捕獲することをお勧めします。またストーリーを進めていない方はクルルヤックでも十分早いので、トイレやお風呂、食事の時にでも稼ぎましょう。条件が分かり次第攻略サイトと検索ラインに追記していきます。まだ登録されていない方は概要の URL よりぜひ登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。